アミノグアニジンはかつて糖尿病性腎症治療薬として開発されていた化合物である。ジアミンオキシダーゼや1酸化窒素合成酵素を阻害する。3オキシグルコソンと反応してを減少させる。ロケット燃料としても使用される。1986年に発見されたアミノグアニジンはアルティン社によって糖尿病性腎症治療薬として開発が始められ。 1989年にはマリオンメレルダウ社との共同開発契約が締結されたが、1995年にヘキスト社がマリオンメレルダウ社を買収した後に資金提供が停止され、1998年に第3アイリン賞試験で有効性を示せず計画が頓挫した。アミノグラニジンとその誘導体はエネルギー物質としての応用が研究されている。 アミノグアニジンを完全燃焼させると、煙や粉塵をほとんど出すことなく膨大な量のガスを生成することができる。燃料 1kg あたりの水力が大きく火焚や赤外線放射が少ない、この特性のため、爆発的ガス発生器としてエアバッグや固体燃料ロケットといった用途に応用されている。アミノグアニジンはまたテトラゾール系の燃料や、 医薬品の合成経路の中間体でもある。ありがとうございます。